はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日ご紹介するのはね、ここにも見えてますけども、ウィニーさんのスペースバーということでね、何かというとモニター台になっております。まあ絵はね、どう見てもなんか Mac 的なねパソコンになってますけども、要はね何でもいいんです。モニターをね置く台です。しかもね、下のスペースのところにねキーボードなんかを収納できて、なおかつね USB ポートがね4箇所ついてるというね、まあモニター台になっております。今回私ね、机の周りを整理しようと思ってね、こんな感じでちょっとね一つ買ってみました。でね、今回ちょっと余談ですけども、驚いたのはね、Amazon さんでね買ったんですけども、 Amazon の箱で来るかと思いきや、なんとこのね、ウィニーさんの直のこの外箱にね、送り状が貼られてね送られてきました。ちょっとねこの辺がね、最近 Amazon の箱でね来ると思ってたところが、これそのまますでに来ちゃったんでびっくりしました。おかげでね、ちょっとね箱がボコボコとね、ところどころへこんだりしてますんでね、その辺がちょっと残念なんですけども、まあ中身は大丈夫でしょう。じゃあ早速ね、開封していきたいと思います。はい、ね、箱の裏にねイラストが書かれております。スペースバーという感じでね書かれてますけども、まあね USB2 個ね、スマホタブレットつなげますよということで、電源コードを裏にね取れますよということです。はい、で、ウィニーさんのねロゴが貼られておりますけどもね、カッターでもうすでにね切っておりますので、開けていきたいと思います。おそらくこのまま開けるとね裏返しになってると思うんで、一旦元に戻してね開けたいと思います。それではね開封します。せーの、ドンと。おー、ということでアルミ製のね台です。結構ね見た感じいいですね。じゃあ中身ねちょっと開けていきましょう。ちょっとね外箱の中に、またねちっちゃな箱がありますけども、おそらくねこれは電源コードだと思いますね。はい、電源コードが入っておりました。あとはもう台座だけです。じゃあね中身全体出して、詳細ね見ていきたいと思います。はい、本体の台座はこんな感じです。で、天板の部分はねアルミな感じになっております。ちょっとね、ペリペリをね、両サイドのペリペリを剥がしていきましょう。これで結構ね白色のところも綺麗に見えるんじゃないかなというふうに思います。はい、まずね、こんな感じで USB のポートがね2個ね、両サイドについております。天板の裏側はこんな感じで、どうもね裏側エッジの部分はねこうビス止めになってますけども、天板の方がまあアルミという形で、結構こんな感じで綺麗なね、Mac デザインを意識してるかのような、そんなデザインになってますね。はい、結構ね持った感じはね軽いです。それから両端にはねしっかりとこうねマウントが 1,2,3,4 点ね、両方4点ね、ついてますんで、ここでしっかりね滑り止め効果もあるんじゃないかなと思います。で、反対側はねこっちは何にもありませんけども、こっちにさっきついてたね電源を取るね、ポートがあります。で、ここに電源をつなぐことによって、全体的にねこの両端にある4つの USB ポートがね使えるということで、まあ、この上にこうねモニターを置いたらですね、この端からね、スマホの充電とかタブレットの充電したい時とかね、あと他のなんか電源のまあいる時にまあここから取るということでね、便利な方からまあ左右から取れると、そんなね、使い方ができる、まあちょっとね、便利そうだったまあモニター台をちょっと今回ね買ってみました。で、まあちょうどねここ隙間があるんでね、ここにまあキーボードなんかをね最後パッと収納して、まあコンパクトに机の上を整理できるというね、こんな台を買ってみました。はい、こんな感じでね今私のね、机の上に設置してみました。ちょっとごちゃごちゃしててねお見苦しいし、モニターも古いんですけども、まあモニターの下にねこの台を置いて、まあ、両端に2機ずつね USB ポートがあるということで、今回はねこっちの左端はねちょっと空いた状態で、右端の方へ、2つね USB のねケーブルを接続してみました。ちょっと本当にこれでねスマホなんかに充電できるかどうかっていうのをちょっとね今ね試してみたいと思います。はい、じゃあね私のフリーテルみやびちゃんね、今ねこれ 58% ぐらいですかね、ちょっとここにプチッとねケーブルを挿すと、はい、今ね
充電中のマークに変わりました。ということでね、こんな風にちょっとね、パソコン周りで、スマホに充電という形でね、使うこともできます。まあすでにね、私今までね、こういったものを使わないでもここにあるね、USB ポートをね、5連ちゃんということでね、まあ十分使える環境ではあったんですけども、最近まあいろいろね、タブレットの数も増えてね、メンテなんかも増えてますんで、まあこういったことでね、こういう台に、まあ、USB ポートがね、4つもついてると、さらにね、一気に充電できて便利になってくるんじゃないかなと思います。はい。で、今回ちょっとね、誤算だったのが、私がね、この付属でね、ついてたエイサーのキーボード、ちょっとね、幅をミスりまして、この下に収納することができませんけども、まあ、ワイヤレスキーボードだとか、Mac をお使いの方なんかはね、そういったちっちゃいキーボードがね、この下に収納できて、よりコンパクトにね、机の周り使えるようになるんじゃないかなというふうに思いました。はい。いかがだったでしょうか。今回はね、このウィニーさんのモニターの台ね、ご紹介しました。両端に2機ずつね、 USB ポートがついた便利な台になっております。商品のね、リンクなんかは説明欄の方にね、貼っておきますので、興味ある方はまた見てください。はい、それではね、長々とありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また。